はい、若旅旅用です。今日はね、令和4年の1月の末、ついにね、我が家にナバが生えました。ナバって言います、こちらでは。あ、ね、ナバだもんね。えのきだけですね。えのきだけ、天然の自然のえのきだけのことをナバと言います。ナバができたので取ってね、味噌汁とバター炒めにしたいなと思っております。猫。えのきはね、20年ぐらい前にね、勝手に庭に生えて、切っても切ってもですね、ダメで大きくなっちゃったってやつですね。最終的にはチェーンソーで根元から切ったのがもう5年ぐらい前ですね。それでナバ、でかいですよ。ほら、手のひらと比べてこんなにね。これが天然のえのきだけ。これをね、ああもうちょっと出来たてではないですね。時間が経ってるな。発見するの、今日発見したの、全然気づかなかったんだよね。よいしょ。雨が降るとね、もうすぐ溶けちゃうというかダメになっちゃうんで、雨が降る前に採集して。おい、取れた取れた、すげえ。取れましたね、いっぱい。はい、取れました。こんなに、何キロだろう、2キロぐらいあるんじゃないですかね、もっとあるかな。うん、いっぱい取れましたね。ナバ、えのきだけだよ。えのきだけ、おいしい、いい匂いするね。いいね、いい匂いする。うん、いい匂い。はい、軽く洗いましたね。あんまり洗いすぎるとね、あの香りとかなんか美味しい部分がなくなっちゃうんで、軽く洗って。ただね、虫とかついてる場合があるので、他の枝とかね、こんなのがまだついてました、葉っぱがあるので、まあ洗います。洗わなくてもいいって人もいるけどね。えのきもですね、えのきだけもですね、えのきがね、弱ってこないと生えてこないんですよね。強いうちは、えのき自体が強いうちはね、もう菌なんか繁殖できないんですよね。防ぐ力があるから。衰えてくると生えてきます。自然淘汰ですね。で、味噌汁しようと思ったけど、味噌汁は今日はいいや。今日はバター炒め。はい、熱したフライパンにバターを入れたところ。追加。今日はね、フライパンもでかいので、ナバもでかいから、フライパンもでかいので、バターもたくさん入れた。これかな。久しぶりなんでわかりません。カーサーの根元を手でね、ちぎって入れました。硬いところから。ちょっと手強そうなので、蓋をして蒸します。はい、2分ほど蒸しました。やりすぎたかな。で、残りを入れていきます。かぶりつくサイズがいいですよね。あの、唐揚げと一緒で、小さいより大きい方がいいんですよね。これはダッチオーブンのフライパンで、一番でかいやつなんですけどね。何インチだっけ？何インチだろうね。でっかいやつ。これを塩コショウして、またちょっと蒸そうかね。炒めるのがちょっと量が多すぎて炒めらんないから蒸します。これがね、えのきだけなんですよ、本物の。信じられないでしょうね。スーパーで売ったの白いや、細長いのだから、こんな平べったくて茶色いものだとは思わないですけども、これが本物のえのきだけ。私もね、最初信じられなかったんですけど、前勤めてた職場で広い庭があって、そこに木がいっぱい生えてて、そこに時々なるんですよ。そうそう、職員のおばちゃんたちがですね、ちぎってきて、味噌汁とかバター炒め作ってくれて、食べなせ、食べなせって言うんで、恐る恐る食べたら美味しかったんですよ。うん。それからね、ちょくちょく食べるようになったっていうわけですね。ちょっと量が増えたんで、
バター追加、胡椒も追加、胡椒も追加、胡椒も追加、追加胡椒、塩も追加。ちょっと量入れすぎたのに、やっぱり炒めるのは難しいですね。やりにくい。ちょいと火が通ってるか、味見をしましょうね。もういいですね。いいと思います。ちょっと水気を飛ばそうかな。このね、また出汁が効いてね、美味しいですよ。パスタとかに使うと。じゃあいただきます。うん、うまっ。完成。まあ一人前はこのぐらいですね。いっぱい残った。はい。これがえのきだけのバター炒め。いただきます。ほら、ブルンブルン、えのきだけ。大きいでしょ。おお。蒸し焼きにしたからね、ちょっと水っぽいんですけど、美味しいですよ。うん。これでね、腸内環境もバッチリだし、根元の部分。うん。バターがね、こっちの方が染み込んでるね。うん。うめ。パスタとかね、フランスパンで挟んで、ベーコンとかね。やったら美味しいですね、うん、ベーコンあるんだよね。これもね、手作りのベーコン。これであとパスタ作ろう。ではまた。